こんにちは、サンシャインチャンネルです。今日は布マスクの洗い方を紹介します。用意する道具は洗濯洗剤と塩素系の漂白剤、あとは洗面器とゴム手袋、清潔なタオルを用意します。それでは洗面器にお水を張ってきました。でこれに医療用の洗濯洗剤を入れるんですが、それぞれに配合が変わるので、お水の量がと洗剤の量が変わるので、ちょっとご自分で計算していただいて、今日のこのタイプの洗剤は2リットルに対して 1.6 ミリリットルということだったので、このぐらいですね。これを入れて溶かします。でこの中に洗いたい布マスクをつけます。で汚れが気にならないときはこのまま10分ほどつけておくというのもいいですし、汚れが気になるときはもみ洗いをすると布の繊維が壊れるそうなので、押したりしながら押し洗いでしていきます。でこれで10分ほど洗っていきます。では10分経ちましたので、このお水を一旦捨てまして、流水でしっかりと洗剤を落としていきます。この時もマスクの形が崩れないようにちょっと押すような感じで、あとこうやってちょっとさらっと流したりして形を崩さないように洗います。でしっかり洗いましたら、お水を捨てて、この時に絞るとまた繊維が崩れるので、手で挟むようにしてギュッと一旦軽く水気を取ります。でさらに清潔なタオルを用意しまして、ここに挟んで水気をしっかりと切ります。ではしっかり水気を切りましたので、形を整えながら干して、これで陰干しでしっかりと乾かしていきます。では先ほどまでと同じところまで医療用の洗剤で洗ったんですが、ちょっと汚れがさらに気になるという方はそれにプラスをしてゴム手袋をしまして、これは医療用の入った塩素系の洗剤ですね。これをこのカップが25ミリリットルそうなんで、1リットルに対して15ミリリットル必要なんで、今日は2リットル用意したんで30ミリリットル必要になります。ということで一旦これで丸々入れて25ですね。でここにちょっとさらに少し足して5にして、これで30で、これをよく混ぜまして、その混ぜた水の中に洗剤で洗ったマスクを、布マスクを10分ほどつけておきます。では10分経ったマスクがこちらです。でこれは塩素なので、ここでまたしっかりと水ですすいでいきます。に揉んだりすると布の繊維が壊れるそうなので、押すようにしてしっかりと流すすぎ洗いをしてください。はい、ここまでしっかりすすぎが終わりましたら、も絞ってはいけませんので両手で
押さえるように水気を切ります。でここから綺麗なタオルをまた用意しまして、ここで包んでしっかりと水気を切ってください。洗濯機で洗うと壊れて形が崩れたりもするので、手洗いをした方がいいと思います。ではしっかり水気を取りましたので、上の形を整えて陰干しをしてしっかりと乾かしてください。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンとチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。